ザックス、ずいぶんイラついてんのな。当たり前だろ。訓練ばっかりで現場はなし。俺干されたのかって話だ。最近忙しいんだろ。みんな留守だもんな。え、留守ってお前知らないのか。ソルジャーの大量脱走事件。ザックス、ずいぶんイラついてんのな。当たり前だろ。訓練ばっかりで現場はなし。俺干されたのかって話だ。最近忙しいんだろ。みんな留守だもんな。え、留守ってお前知らないのか。ソルジャーの大量脱走事件。ファーストの一人がいなくなったんだ。ウータイの現場からセカンドとサードごっそり連れてさ、目的動機何も分かってないらしい。ソルジャーたちが失踪したせいでお前の訓練も中止になったんだぜ。おっと、ファースト様だ。ザックス、仕事だ。おお、ありがたい。久々の実戦任務だな。ああ、お前が主役だ。やった。ラザード統括のところへ来い。詳細の説明がある。ザックス、こうして話すのは初めてだったね。ソルジャー統括のラザードだ。よろしく。早速だが、ソルジャークラスファーストジェネシス、一月前ウータイでの作戦行動中に行方不明となった。何か知っているかな。全然。我々の作戦は中断したままだ。君に行ってもらうことにする。って、ウータイ。ああ、この長すぎた戦争を終わらせる。お前をファーストに推薦しておいた。アンジール、大好きだ。アンジール、俺に恥をかかせるなよ。は、準備が整い次第すぐに出発だ。ザックス、こうして話すのは初めてだったね。ソルジャー統括のラザードだ。よろしく。早速だが、ソルジャークラスファーストジェネシス、一月前ウータイでの作戦行動中に行方不明となった。何か知っているかな。全然。我々の作戦は中断したままだ。君に行ってもらうことにする。って、ウータイ。ああ、この長すぎた戦争を終わらせる。お前をファーストに推薦しておいた。アンジール、大好きだ。アンジール、バカ。
俺に恥をかかせるなよ。はっ。準備が整い次第すぐに出発だ。ウータイに到着後はそのまま作戦に入る。戦闘や任務に関してわからないことがあればあいつに教えてもらえ。よう、ザックス。何でも教えてやるから任せてくれ。まず何はなくとも戦闘だよな。トレーニングでわかっているとは思うけど、基本的なことをまとめてメールしておいた。ちょっと読んでみろよ。メール読んだか？どうよ。ま、一度じゃ覚えられないと思うけど。そんなことないって。ま、必要な時に読めばいいさ。それとさっきのトレーニングで使ったマテリアは回収させてもらった。強力なマテリアは自分で手に入れる。それがソルジャーの鉄則だ。あとミッションも重要だぞ。シンラカンパニーが提供する市民サービスのことを俺たちはミッションと呼んでいる。ミッションを受けるにはまずミッションボードに情報を登録する必要があるんだ。登録すれば携帯端末でミッションを確認できるようになる。早速登録方法を教えるからついてこいよ。時間がありません。出発の準備をしてください。ほら、このミッションボードに情報を登録するんだ。
せっかく登録したんだから腕鳴らしに行ってこいよ。あ、そうだな、行ってみるか。セーブポイントはあっちだ。戦いや何かで不安なことがあればチュートリアルメールで確認するといい。私も現場に同行する。期待しているよ。はっ。ところで君の夢はファーストになるかな。いや、英雄になることです。そうか、叶いそうにないいい夢だ。で、もしもし。お疲れさん、ミッションクリアだな。楽勝すぎてあくびが出るぜ。さすがザックス、ウータイでの活躍期待してるぞ。おっと、大事なことを忘れてた。地球ポットの説明がまだだよな。この中には何かと役に立つアイテムが入ってるんだ。会社が用意してくれてる。ソルジャーへの支給品ってわけだ。せっかくの支給品だから任務へ行く前にチェックした方がいい。さーて、今日は何が入ってるかな。よし、出撃の準備が整ったみたいだな。最後にメールについて教えとくよ。
今お前の携帯端末にメールを送った。ラザード統括のありがたいお話やニュースなんかが配信されるからこまめにチェックした方がいい。それに仲良くなったやつからもメールが来るかもしれない。よし、女の子からのメールばかりチェックしてちゃダメだぞ。え、ま、だいたいそんなとこだ。そろそろ出発の時間だな。アンジールと一緒なんだろ。頑張ってこいよ。ああ、いろいろありがとな。アンジールと一緒なんだろ。頑張ってこいよ。時間がありません。出発の準備をしてください。ウータイに出発する時間だ。準備はできたか。私も現場に同行する。期待しているよ。ところで、君の夢はファーストになるかな？いや、英雄になることです。そうか、叶いそうにないいい夢だ。で、もしもし？ここをまっすぐ行けばタンブリン砦だ。急ぐぞ。 B 隊は作戦区域で待機している。そこの二人、何者だ？俺に任せとけって。アクティベイティングコンバットモード。おしまい。コンフリクトリゾルブ。おっしゃ、よし、次。
焦るな、ザックス。無理無理。統括もどっかで見てるんだろ。とにかく活躍しないとな。ザックス、バカリンゴを知ってるか。なんだよそれ。なんと、バカリンゴを知らないとは。これじゃファースト昇進は無理だな。ちょ、待て。なんだよバカリンゴって。Conflict resolved. Osha!Activating combat mode. Ha!アンジール、バカリンゴってなんだよ。正式名称バノーラホワイト。一年中好き勝手な季節に身をつける。村の連中は親しみを込めてバカリンゴと呼んでいる。農園のリンゴは食べ放題だった。よく言うよ、立派な泥棒だ。貧しさゆえだ。言い訳だ。しかしそんな俺にも誇りはあった。地主の家に村で一番大きな木があった。そのリンゴが恐ろしくうまいという評判だったが、俺は決して盗まなかった。地主の息子が親友だったからだ。親友なら食わせてくれって言えばいいのに。誇りというのは厄介なものだ。で、ファースト昇進とどういう関係が？知っておいて損はない。関係ないんだな。笑い事じゃないぞ。アンジール、バカリンゴってなんだよ。正式名称バノーラホワイト。一年中好き勝手な季節に身をつける。村の連中は親しみを込めてバカリンゴと呼んでいる。農園のリンゴは食べ放題だった。よく言うよ、立派な泥棒だ。貧しさゆえだ。言い訳だ。しかしそんな俺にも誇りはあった。地主の家に村で一番大きな木があった。そのリンゴが恐ろしくうまいという評判だったが、俺は決して盗まなかった。地主の息子が親友だったからだ。親友なら食わせてくれって言えばいいのに。誇りというのは厄介なものだ。で、ファースト昇進とどういう関係が？知っておいて損はない。関係ないんだな。笑い事じゃないぞ。